ジェシー・ハリスはアメリカ合衆国のシンガー・ソングライター。2002年にノラ・ジョーンズに提供した楽曲ドント・ノー、no ・ホワイでグラミー賞を受賞した。1969年ニューヨークに生まれる。母親はテレビドラマに出演する女優である。10歳の頃、父親にピアノを習うことを勧められ、17歳でギターを始める。きっかけは 母親から貸していたアパートのクローゼットに置き忘れられていたギターをもらったこと。大学生の頃は作家志望だった。好きな小説はヘンリー・ミラーの南海域線とアラビアンナイト。1995年に当時ガールフレンドだったレベッカ・マーティンとワンス・ブルーを結成して EMI からメジャーデビュー。カート・ローゼン・ウィンケルなども参加した。 たった一枚のアルバム、Once Blue を発表したのみで、解散、1997年。なお、制作途中だった二枚目のアルバム収録予定曲は2010年に iTunes でダウンロード販売を開始。2018年には、ライブアルバム、1996Live at the Handlebar が発売となった。1998年に仲間と組んだバンドに、 当時大学生だったのラ・ジョーンズを引き入れ全米をツアー、ノラはジェシーの楽曲を歌うようになる。2002年には彼女に提供したドントノーホワイドントノーホワイが大ヒットし、その年のグラミー賞の最優秀楽曲賞を受賞した。ソロ活動では、ほぼ年に一枚のペースで新作をリリースし続けている。プロデューサー。 楽曲提供者やギタリストとしての活動も多く、リサ・ローブ、ジュエル、リチャード・ジュリアン、マデリン・ペルー、ブライト・アイズ、トリスタン・プリティマン、平井健、原田智代などの作品に参加している。2006年公開の旧友、イーサン・ホーク監督の映画、痛いほど君が好きなのにでは音楽を担当、俳優として出演も果たし、ベネツィア国際映画祭で、レッドカーペットを歩いた。 2013年からは、ジョン・ゾーンのソングスプロジェクトに、ボーカリストとして参加し、ヨーロッパのジャズフェスティバル等にも出演している。2001年までに、自主レーベル、ビーンレコードからジェシー・ハリスザ・フェルディナンドス名義で、アルバムを3枚リリースしていたが、グラミー受賞後の2003年には、メジャーレーベル、ブルーサムレコードから、アルバム、シークレット3をリリースして、メジャーデビュー。 2005年にバンダイクパークス等が参加したホワイル・ザ・ミュージック・ラスツをリリースした後、2006年には再び自らのレーベル、シークレット・サン・レコードを立ち上げ、初めてソロ名義でアルバムミネラルをリリースした。2007年発売のフィールはブラジル音楽の要素も強く取り入れた作品で、後にアトムス・フォー・ピースのメンバーとなるブラジル人パーカッショニスト。 マウロ・レフォスコも参加。2008年発売の Watching the Sky はテリー・マニングとの共同プロデュース。一部の楽曲は当時マニングが所有していたクリス・ブラックウェル設立のスタジオコンパスポイントでの録音。自作スルーザ・ナイトでは全曲が同スタジオで録音された。2009年3月25日にはレートショーウィズ・デイビッド・レターマンに出演。 ノラ・ジョーンズらと共にイット・ウィル、ステイ・ウィズ・アスを披露した。2010年、スルーザ・ナイト発売。また同年、初めての全編インストゥルメンタルのアルバム、コスモを、ジョン・ゾーンのレーベル、サディック・ゾ・ディッヒから発表した。その後、ジョン・ゾーンのソングスプロジェクトにも、ボーカルとして、ツアーに参加した。2011年には、ニューヨークで行われた、 東日本大震災の被災者支援のためのチャリティーライブに出演。さらに8月にはアマンダ・ブレッカーの日本ツアーにギタリストとして同行した。2012年6月に全編ブラジルロ音オンのアルバムサブ・ローサの発売に先行して来日ツアーを行った。また11月から行われたノラ・ジョーンズの南米ツアーに同行した。2013年5月にジョン・ゾーンの ソングプロジェクトでヨーロッパツアーを行った。その直後、ビニシウス・カントゥアリアとダジと共にトリオエストランジェイロスとして来日公演を行った。ボーンアウェイの発売に先立ち各所でインストアライブも行った。11月に再び来日し、ポール・スチュアーアートの75周年記念パーティー等に出席。また、女性シンガーソングライターのマーガレット・グラス・ピーラと 新ユニット、シムシムを組んで活動することを発表。2014年も、ジョン・ゾーンのソングプロジェクトに引き続き参加。ジュリアン・ラージア、アンソニー・ウィルソン、ペトラ・ヘイデンとの共演ライブも行う。また9月発売のブラジル人女性シンガー、知恵のアルバムをプロデュースした。2014年6月27日全米公開の映画、ゼー・ケーム・トゥゲザーでは、 ノラ・ジョーンズが歌う挿入歌イットアズ・ザ・ラスト・シングオン・ユマインドの演奏シーンに出演。2015年1月下旬にメキシコツアーを行う。2月10日にブルックリンの二人組インストゥルメンタルバンドスター・ローバーとの共演アルバムノー・ロング・ノー・ライトを発売。自作以降もスター・ローバーとのアルバムの制作が続く。3月18日発売の原田智代のアルバム 恋愛小説では、ドントノーホワイのカバーに、コーラスとして参加。3月19日には、サウスバイ・サウスウエストに、出演。3月下旬には、ブラジルツアーを行う。5月には、クラウドファンディングによって実現した来日ツアー。8月に、ロンドンで、デビッド・バーンがキュレーターを務めた、メルトダウンフェスティバルに、ペトラ・ヘイデンのバックバンドとして出演。 ペトラの新作アルバムもプロデュースしているほか、ソフィー・オースターのアルバムもプロデュースする。2016年、ペトラ・ヘイデンとの共演アルバム、シームド・ライク・ア・グッド・アイデアを発売。ペトラ・ヘイデン・シングス・ジェシー・ハリス・メイギ。来日ツアーも行った。2018年8月にデュオ、Once ブルー時代のライブアルバム、ライブ1996が発売。9月には、 通算15作目のアルバムアクアレルが発売となる。12月に来日公演。2019年2月13日放送のベストヒット USA にゲスト出演。2019年11月15日、16作目のアルバムソングスネバーサングをデジタル配信リリース。11月20日から21日にマヤホークの来日公演にサポートとして同行。 2020年5月1日、オンラインでの開催となった、ジャズフェスティバル、ジャズ・アウジトリア・イン・ウォーターズに参加。8月にジョン・ゾーン、ジェシー・ハリスとして、ソングス・フォー・ペトラを発売。9月4日、マーク・ボランティーレックスのトリビュートアルバム、エンジェル・ヘデッド・ヒップスター、ザ・ソングズ・オブ、マーク・ボランティーレックスに、グレート・ホースで参加。 9月18日に17枚目のアルバム、Everlasting Day をデジタル配信リリースした。2021年6月11日にシングル、ニュースコーヒーを配信リリース。8月20日、ビニシウス・カントゥアリアとのコンビ名義で、アルバム、スールプレイサーを発売予定。頻繁に来日公演を行う新日課であり、畑山美雪や大畑雄一。 ポートオブノーツといった日本のミュージシャンのアルバムをプロデュースすることにも積極的。平井健也バード、原田智世のアルバムに参加したこともある。2009年から2013年にかけて、自らのアルバム名をタイトルに関した野外フェス、ウォッチングザスカイが東京、上野などで計6度開催された。これまでにサニーデイサービス、ジョーヘンリーなどが出演した。 アルバム、サブローサには、神田の昼下がりという曲が収録されている。2015年のアルバムのロングのオライトには、宮崎という曲が収録された。2014年のインタビューによると、ある時、風邪をひいていた時期に、宮崎早作品を繰り返し見ていたことから、その時作っていた曲に、宮崎とタイトルをつけた。ワンスブルー在籍時。 ジェシー・ハリスザ・フェルディナンドス名義、ジェシー・ハリス名義ペトラ・ヘイデン・シングス、ジェシー・ハリス名義テレビ、ドラゴン・テイルズ・ドラゴン・テイルズ子供向けテレビアニメのテーマソング舞台アライバルズ。ニューヨークのバンク・ストリート・シアターで上演された。 舞台1995年1996年1999年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2015年ユニバーサルコーラスフトチはサウンドトラックに曲が収録されたもの日本の番組俳優イーサンホークの監督2作目となる映画 痛いほど君が好きなのに、に、歌手の役で出演。劇中歌とスコアのほとんどを担当した。映画は2006年のベネツィア国際映画祭に出品され、レッドカーペットを他の出演者と共に歩いた。劇中挿入歌には、本人の歌う新曲と、過去のジェシー・ハリスの曲を、ノラ・ジョーンズ、ウィリー・ネルソン、エミル・ハリス、ブライト・アイズ、ファイスト、キャット・パワー、 ブラッドメルドーなどがカバーしたものが使用されている。参加ミュージシャンは、脚本の中のそのシーンを一番体現してくれる、その曲を通して上舌に語ってくれることを基準に選ばれた。劇中歌とスコアを収録したサウンドトラックは、米国デイリーニューズ氏の2007年間 CD トップ10の6位にランクイン、日本でもタワーレコードのウェブサイトで、 年間優秀作品として取り上げられるなど高い評価を得た。日本版はソニーから発売。ジュジュが日本語で歌うサムウェア、ダウンザ・ロードがボーナストラックとして収録された。また、日本では劇場公開時のエンディング曲もオリジナル版のファイストではなく、ジュジュのバージョンが使用された。ソフト化の際は、ファイストのバージョンとなっている。監督のイーサン・ホークは、 ジェシー・ハリスの音楽をこの映画でのナレーションの役目と語っている。E さんは出会った当初のジェシーについてあまりにルックスが良くて女の子がみんな夢中になったので当時は彼のことが気に入らなかったという。対するジェシーは E さんについて初めて出会ったのは E さんが僕のライブを NY のブリーカーストリートにあるクラブに見に来てくれた時かな。ライブが終わった後 とても楽しかったよと挨拶に来てくれたんだ。若くて、ルックスも良くて、その時着ていた革のジャケットも似合っていて、とてもかっこよかった。1998年にユマと結婚するまでの、数年間は、よく遊んでいたよ。結婚して、マヤが生まれてからは、とても忙しくなって、僕も、ジェシー・ハリスザ・フェルディナンドスというバンドを結成して、ツアーに出ていたので、 彼と会う機会は減ってしまった。でも、痛いほど君が好きなのに、が制作される時に、彼が音楽を作曲してほしいと声をかけてくれたんだ。E さんとのコラボレーションは、とても楽しかったよ。その作品をきっかけに、彼と会う機会が増えたんだ。と語っている。映画制作期間中は、とても時間のかかる工程だったけど、一つも、難しいことはなくて、 とにかく楽しかったよ。自分が作った曲を劇中でどう構成していくか自由に考えることができたんだ。E さんに音楽のテーマだけ伝えて彼とそれぞれのシーンに合うものを選んで映画を見ながら即興で作った曲もあった。こういった過程を経験して映画監督の視点を学ぶことができたんだ。実は作曲家の多くが映画音楽を手掛けるのは 最悪なことだと思っているんだよ。最近の映画を見たらわかると思うけど、作曲家が楽しんで曲を作れていないんだ。ティファニーで朝食をや、ゴッドファーザー、ロッキー、スターウォーズ、レーダース、失われた、アーク、世紀などの映画では、音楽が俳優の演技と同じくらい、とても重要な位置にあった。最近の映画音楽は、ムード作りのためだけのもので、 とても機能的になって個性が失われてしまっている。でも、E さんは僕に全てを託してくれて、僕らが作った音楽を劇中で大切に使ってくれたんだ。と語っている。2017年頃から E さんの長女マイアホークと曲制作を開始。2019年にデビュー曲 2Love, A-Boy 2020年のデビューアルバムブラッシュをそれぞれプロデュースしている。 2002年2005年来日メンバー。ジェシー・ハリス、ボーカルズ、ギター。ティム・ランツェルベース。ジョン・ドライデン・ハモンド・ビーさん。アンドリュー・ボルガード・ラムズ。2006年来日メンバー。ジェシー・ハリス、ボーカルズ、ギター。ティム・ランツェルベース。ジョン・ドライデン・ハモンド・ビーさん。アンドリュー・ボルガード・ラムズ。サンシャ・ドプソン・ボーカルズ。2007年来日メンバー。 ジェシー・ハリス、サンシャド・プソン、リチャード・ジュリアン、ティム・ランツェル、ダン・リサー。2009年来日メンバー、ジェシー・ハリス、ロバート・ディ・ピエトロ、ロバート・ヨーストベース、フレンチ・ホーン、ウクレレ、4、4から4、15出演。2010年来日メンバー、ジェシー・ハリス、ビル・ドブロ、来日メンバー、ジェシー・ハリス、 ビル・ドブロ、ギレル・ミモンテーロ、花ア公演。2011年2012年、サブローサ・ジャパンツアー来日メンバー。ジェシー・ハリス、ボーカルズ、アコースティックエレクトリック・ギター。ギレル・ミモンテーロ、エレクトリック・ギター。ジェフ・ヒル・ベース、ビル・ドブロ・ドラムズ。2013年トリオ・エストランジェルス、ツアー・イン・ジャパン2013トリオ・エストランジェイロス、としてツアー。 来日メンバー、ジェシー・ハリス、ビニシウス・カントゥアリア、ダジ。2015年来日メンバー、ジェシー・ハリス、スター・ローガー。2016年4月、ペトラ・ヘイデンとの共演来日メンバー、ジェシー・ハリス、ペトラ・ヘイデン、ウィル・グリーフ、ベン・デイビス、ジェレミー・ガス・テン。インストア・ライブ4月25日ブルーブックスカフェ。 自由が丘4月26日ブルーブックスカフェ静岡2016年9月キャンディス・スプリングスとの共演来日メンバーキャンディス・スプリングスジェシー・ハリスジェシー・ビーレンバーグディロン・トリッシー2017年ジェシー・ハラス・ミュージック・フォー・カメレオンズ・ツアー・イン・ジャパン2017来日メンバージェシー・ハリスウィル・グリーフジェレミー・ガ・ステンジェシー・カー・マイケルジェイソン・レーバー 2018年来日メンバー、ジェシー・ハリス、ウィル・グリーフ、リカルド・ディアス・ゴメス、ジェレミー・ガス・テン。2019年マヤホークのサポート来日メンバー、マヤホーク、ジェシー・ハリス、ウィル・グリーフ、ベンジャミン・ラザール・デイビス、マイケル・リドルバーガー。ありがとうございます。